林神閣は大韓民国系軌道派州市にある朝鮮民主主義人民共和国との間の軍事、境界線付近を見渡すことのできる展望台である。平和の金軍事境界線の南方に設定された民間人出入統制区域の外にあり、特別な手続きなしに一般市民が北朝鮮に最も近づける地である。そのため、離散家族が北朝鮮にいる家族を思って訪れる。 場所でもある。3階建ての展望台内には、ファストフードやレストラン、コンビニエンスストアなどがあるほか、屋上の展望台には、無料の望遠鏡などもある。また周辺は、隣人各国民観光地として整備されており、世界各地の戦場の石を集めたモニュメントや、朝鮮戦争で使われた銃やヘルメットを溶かして、作られた平和の鐘、遊園地などがある。 半門店を訪問する外国人向けツアーなどで民間人出入到制区域の内側に入る場合、以前はここでチェックを受け、自由の橋を渡って区域に入っていたが、現在は隣信閣の先にある隣信港にかかった統一大橋手前の検問所で受付をし、パスポートチェックを受ける必要がある。また、多くの外国人向けツアーが休憩を目的に立ち寄る場所でもある。 また、蒸気とは別に、韓国人も参加可能な虎展望台などを訪れるツアーも、ここから出発している。無断接近、写真撮影禁止の看板民間人が立ち入れる地域ではあるが、民間人統制区域内部や、軍施設に無断で立ち入ったり、カメラを向けることは禁止されており、見つかった場合は銃を向けられることもある。これは、 トラ展望台など北朝鮮との国境に近い場所においては同じである。ありがとうございます。